前で2番の白井が誘導と車間を切り始めました。さあ2番の白井が突っ張ってくるのか、後ろからは3番の滝本。滝本が車を外に持ち出しました。中部勢がゆっくりと上昇なんですが、前で突っ張って2番車の白井、追走が川上、3番手中園、1番の大城は中段変わらず、突っ張られて4番の板橋と3番の滝本、中部勢は後ろからです。さあ2番の白井がまずは一度突っ張りました。中段変わらず1番車の大城がいて、3番の滝本は依然として6番手です。さあ後ろを振り返りつつ、2番の白井が自らのペースに入れてまいりますでしょうか。この辺りでぐっと腰を上げて2番の白井です。追走が7番の川上、3番手には6番の中園、そして1番の大城、足を溜めての4番手。さあ少し立てながら最終の2コーナーからバックストレッチ、4番手から1番の大城まくってくる。5番の有馬ちょっと口が開いている。さあ7番の川上が横に振って1番大城のまくりを止めにかかってくるんですけれども、どうでしょうか。4コーナーを回ってくる先頭2番の白井、番手から7番の川上、川上最後は抜け出したか。